Hello everyone! Welcome to my channel, this is Shun! ということで、サムネを見てもらった方はもうお分かりのように、ちょっと今日僕にとってすごい嬉しいことがあったので、ちょっともう、そのことを動画にしたくてですね、ご報告させていただきたいなというふうに思います。で、本日ですね、僕のホストファミリーから、ここに、最後まで行っていいよっていうことが言われまして、とっても今嬉しい気持ちになって動画を回しています。言ってなかったんですけど、僕は実は、6月の頭からここの今の家から移動することになっていて、それが僕にとってすごい不安だったんですよね。なぜかというと、この家の方たちは本当に僕に良くしてくれるし、でまあハウスルールっていう厳しい厳格なものもないし、とてもなんていうんやろう、我が家じゃないけど、そのとてもこう家がストレスにならないっていうのかな。その例えばホームステイ、他のところでしてる日本人の方に聞いたら、例えば家に帰るのがちょっと嫌だったり、そのホストファミリーと話すのがちょっと嫌って言ってる人もやっぱり中にはいます。それはもう他の外国人も一緒で、家に帰るのがとても辛いっていう人も中にはいるんですよね。でも僕はやっぱりそのホームステイの中でもすごい、なんていうの、当たりというか、すごいいい家族を、まあ、家族のところにホームステイすることができて、で、まあ、本当は9月までだったんですけど、実はその、急に、エージェントから連絡が来て、6月で代わってくださいって言われてたんですよ。で、僕はそれ、昨日、まあ、無理承知でちょっと、その、家族の人に、実はここに僕はまだいたいんだけどっていうのをちょっと英語でお話しさせてもらったんですよね。で、そしたら今日ちょっとそれを話してくれたみたいで、もう、ここに入れることになったんですよね。もうそれがすごく嬉しくて。で、実は今日は違う動画を撮ろうと思ってたんですけど、もう本当に嬉しすぎて急遽、ご報告の動画にさせていただきました。で、なんでそんなにお前喜んでるんやと。別に他のホストファミリーのところに行ってもいいじゃないかと思われてる方も、まあいると思うんですけど、それも経験なんでね。まあ僕もそう思うんですけど、でも本当に、やっぱり来たら、まあ、わかると思うんですけど、やっぱり異国の地で、その自分の帰る家が、そのすごい安心感があると、もう本当に、なんかこう、まあ言葉で表せないんですけど、すごい心の支えになっていて、やっぱり自分の住処ってやっぱり安らぎの場である方がやっぱり絶対いいじゃないですか。で、それがやっぱり、すごい大きかったので、で特にその一番最初に来たアイルランドで初めて来たホストファミリーの家がとても安心できる場所だったので、実は本当に怖かったんですよね、その移動するのが。で、本当にだからとても嬉しくて、まあ動画にさせていただきました。で、まあホストファミリー、ちょっとそのホストファミリーについてもちょっとお話しさせていただくんですけれども、まあホストファミリー、まあやっぱりいろいろあります。で、周りに聞いててもやっぱり、まあ当たり外れがやっぱりあるんですよね。で、まあ、例えばそのホストファミリーとうまく関係が築けなくて辛い思いをしていたりだとか、例えばそのホストファミリーのハウスルールが厳しすぎるっていうような、意見も中には聞かれます。まあ、それは、多少もちろんゲストとして招かれているわけで、なんていうの、ホテルではないので、ホストファミリーは。なので、もちろん自分の、まあ、行いも直す必要はあると思うんですけど、やっぱりそれでも、壊しきれない壁っていうのは、まあ、僕はあると思っていて、まあ、もちろん人種も違うし、考え方も絶対違うやろうし、でその中で、同じ、まあ、同じ価値観というか、その、すごいウェルカムで自分のことを受け入れてくれるホストファミリーってやっぱり数少ないと僕は思うんですよね。だからその中、そういうところに今住んでる状況で移動するっていう状況が僕は本当にまあ苦痛だったので、それで結構考える日もあったし、週間前とかから結構、ちょっと心配やなっていうふうに思ってたんですけど、それでだから本当に嬉しくて、でもうさっき本当に泣きそうになったんですけど、それこそホストブラザーが良かったなって言ってくれて、でまあいつも筋トレ
前までやってたんですけど、じゃあお前筋トレちゃんとやるよみたいな感じで冗談も言ってくれて、僕本当に嬉しかったです。はい、ということでこんな感じで僕のちょっとご報告動画に今日はなります。また明日からねちゃんとした動画をまあ上げていきますので、明日からもよろしくお願いします。なので今日はこの動画でちょっと喜びをまあ自分のなんていうの、この動画自分の記録動画の意味も込めているので、こういう日もあったなという思い出として今日はこの動画にさせていただきました。はい、ということで今日はホストファミリーが変わらなかったすごいハッピーなニュースだったっていう、動画でした。はい、最後に見ていただいて本当にありがとうございました。また明日からもよろしくお願いいたします。See you later! バイバーイ!